12クレーなんですけれども、なんでなまったんだ。1,2,3,4,5,6 ここでパックが変わってるわけです。ここでこのね、やっぱいいですね、ポッチシールがついていてパック頭を知らせてくれるっていう親切な感じ。12クレー開けます。なので今回はパック終わりのお堅いやつがあるんだよ。ドレインウォーター、ドレインウォーターです。はい、まあドリンクウォーター使おうかな、ユーゴへの蜂だったら使おうかなと思います。まあわかんないけど、ちょっとブログで記事書きますね。ネコニラ的公式大会用ユーゴへの蜂。はい、これもね良さげなんですよ。数値パワー高いですからね。1717ですから、すいませんでした。あ、これっぽい、反ってるもの、カードが反ってるもの。いきます。なんかいいの出てほしいな。バージョン末期に最後一花咲かせたいです。ハンダロビッチドン。はい、 SOC ハンダロビッチ、これは確か持っています。まあこんなもんでしょう、そりゃね、それはそうですよ。別にね、悪いカードじゃないと思いますよ。ね、ディフェンスも20ですから育成には非常に使えるカードですから。ベンゼマ・ハンダノビッチっていう配列はあったんだっけ？あったんでしたっけ？最近もわかんねえかな、もうぐちゃぐちゃで。ね、そんな感じしません？こっからパック頭。です。まあちょっとネタバレ等がこの動画が公開される頃にはあるのかどうかわかんないけど、どういうか、まあ HOLE はロナウドではないというのは確定しましたね。あのハーフタイムっていう生放送で YouTube の、あ、ニコ生 YouTube だよね確かね、あれでまあまあ確定しました。プロデューサーカシピーが言ってました。そうやってハンダノビッチの回ですね今回は。懐かしいな、1314の時のウィーナーズカップはやっぱみんなハンダノビッチでしたね。半分以上は、あとはベナーリオか。レミナ、はい、だから次回がパック頭の硬いカードなので期待したいよね。圧倒的なチャージング、うん、ラスト、はい、ベスターマン、ラインセキュリティ。まあユーゴ N8、まあそうだな、リベロディフェンスで作ろうかなと思ってます。詳しくはブログの記事でどうぞ。ハンダノビッチでした。さよなら。